西岩部屋は、日本相撲協会の相撲部屋である。西の関一門に所属している。2015年7月場所限りで現役を引退した、元関分け、若野里は、年寄り、12代西岩を襲名して、田子の裏部屋で、更新の指導に当たっていたが、2018年2月1日付で、内弟子2人を連れて、田子の裏部屋から独立した。大阪宿舎の看板は、 住吉大社の高井道博宮司が部屋の看板は12代西岩本人がそれぞれ記号している。2019年3月までは所属力士個人の SNS アカウントについては本人に管理を任せていたがネット利用の影響について様々な角度から部屋で見直した結果同年5月からは力士の SNS 利用は閲覧のみとしている。 番付と共に判断力を養い、投稿は原則として、関取になってから認めることとなった。力士たちの生活については、場所ごとに発行している部屋の新聞や、公式サイトブログで伝えている。2021年4月には閉鎖された峰崎部屋から、行事、呼び出し、床山の、計4人を引き取った。年寄り名跡、西岩は、元は、 大阪相撲の名跡であり、かつての名称は、西岩友であった。東西合併時に配下となったが、昭和18年に復活した、年寄り名跡である。昭和22年6月限りで現役を引退した、若松部屋の元幕内シャチの里一郎が襲名。引退後部屋付きの親方であったが、昭和29年に1月養父であり、 師匠の若松を親方より弟子を引き継ぎ若松部屋を西岩部屋に名称を変更する形で継承した。しかし、2年後の昭和31年2月に仙台が死去したため年より、名跡若松を襲名し名跡変更。部屋名も若松部屋に改称。2002年に現高砂部屋となるまで存続した。ありがとうございます。